はいこんにちはポップですエフェクチャンネル12月23日水曜日本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます順番はいつも通り米ドル円から始めまして豪ドル円ポンド円そしてユーロドルの順番で解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴ください えー、昨日はね、ロンドンフィキシングにかけて大きくドル買いが進んだというところがありましたが、最終的にはね、えー、元の位置に行ってこいという状況で、えー、終わるような形となりました、えー。しかしながらね、ユーロドルの方は大きく下げて、えー、なかなか戻ってこないということなので、えー、ドルを、ね、中心としたペアですね。 ドル円やユーロドルはまあ大きな動きがあるというところですが、5ドルやポンド円といったね、こういったところは大きく動いていないというところでございますので、まずはね、全体の相場感から振り返っていきますので、いつものサイトをご覧ください。はいこちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス200ドル。 終わり値で3万とびとび15ドルということで0.67%の下落、えー。なんとかね、えー、ギリギリ3万ドルをキープして1日の取引を終えました。えー、そして、えー、日をまたいだ東京マーケット。日経平均は前日比。プラス88円。 終わり値で2万6524円ということで、ダ、え、ウ、ー、と日経平均の方は、ちょっとね、ちぐはぐの動きというところでございますが、まあ、年末にかけてね、えー、やはり、えー、取引量が少なくなってきているというところで、大きな方向感は株式相場の方は出ていないというところでございます。えー、そして、時間外取引は、ダウ平均もね、えー、まあ、25ドルぐらい、えー、下げているというところでね、えー、3万ドルをうろうろ。 そして日経平均の時間外取引も15時の終わり値からは若干ね40円ぐらい上がってるというところでまあ高値圏をねうろうろしているところには変わりがないというような状況でございますそのような形でねちょっとドルを中心としたペアドルストレートのところにね変化が出てきておりますのでまずはねドル円の方からチャートを見て解説の方を始めていきましょう はいえー、まずはね、えー、ドル円の15分足、えー、右側のチャート、1日の時間軸をご覧ください。えー、昨日の動画の解説のタイミングは、103円50銭をね、えー、下回っているという状況でございましたが、まあ、欧州時間からね、えー、ニューヨーク時間、えー、こちらの切り替わりのところから、えー、ロンドンフィキシングにかけてね、えー、大きな、えー、ドル買いが入ったというところで、えー、103円40銭を割り込んだところから、一気にね、えー、103円70銭。 こちらまで上がってきたというところで、これはね、ローンックに合わせたドル買いのフローというような形でございます。 よって、ドルストレートはね、ドルが強くなったというところでね、ドルは上げるも、他の通貨は下げるというところで、少しね、株式相場がダウは下がっていましたので、まあ、リスクオフのドル買い、そしてロンドンフィキシングのドル買いというね、フローが出てきたというところでございますが、今日の東京マーケットはね、高いところから始まるものの、最終的にはね、元の位置に戻ってくるということでね、まあ、これは年末らしいと言います、まあある程度動くんですが、最終的には元の位置に戻ってくるということでね、 今は103円50銭を少し下回っている状況が続いている形でございます。えそして1週間の時間軸でチャートの方をご覧いただきますと、昨日の、ね、ドル買いのフロー、ロンドンフィキシングのところでも103円75銭ですね。 この手前で今まではレジスタンスラインが入っておりましたが、こちらは103円75銭を超えることなく、要銭から陰銭に切り替わるということでね、103円50銭を挟みながらね、プラスマイナス25ピプスということで、この50ピプスの間、103円25銭から103円75銭、こういったところを今日もメインシナリオとして考えていただければというところでございます。 引き続き、ね、ロンドンフィキシングのところではないが薄いというところで、ね、ドルが不足した場合に関してはドル買いというところで上がってくるかもしれませんがちょっと、ね、103円75銭付近ではレジスタンスラインが、ね、しっかりしているというところなのでもし上がった場合に関しましては103円75銭を超えない状況で要線から陰線ですね。 ちょうど昨日のような形でロンフィクにかけて上がって、要線から陰線に切り替わって、レジスタンスが入った場合はショートを取っていく。逆にドルが売られた場合ですね、103円25銭。こちらに近づいたところで陰線から要線に切り替わることがあればロングを取るという形でね、50ピップスの間のショートとロングをねレンジ相場を想定してトレードをしていくというようなところをメインシナリオとして考えていただければと思います。 えただね、やっぱり年末ということで、商、え、い、ー、が薄くなりますので、特に下方向はね、えー、注意していただければという形になりますので、えー、ここのところ、103円25銭を割り込んだ場合には、えー、直近でね、えー、1週間前ほどにアタックしました、103円ですね。 こちらの下落も、ね、注意しないといけないという形になりますので103円25銭を明確に陰銭で割り込んでしまった場合はこれは、ね、ロングを控えていただく103円を、ね、割り込んでたくさんの、ね、ドル円の方はロングがありますのでそのロングを借り取るような動きが出てくるかもしれませんのでそういったところでは、ね、103円付近でサポートが入ったとしてもちょっと、ね、ロングを組んでしまいますと借り取るような動きで下方向に行った場合には大きく、ね、損失が出てしまう。 とというところがありますのでちょっとね、103円25銭付近でサポートの場合はロングが取れるというところでございますが、103円ぐらいでの攻防のロングはね控えていただくというところがよろしいかと思いますので、このあたりはね、注意をしてください。はい、えー、以上で、米ドル円の解説を終わりまして、続いて5ドル円を見ていきましょう。 はい、えー、5ドル円の方はね、えー、そこまで大きな動きがないということでね、まあ、えー、これはやっぱりクリスマス休暇モードに入っているかなというところでございます。えー、ドルの方はね、えー、比較的5ドル円に比べて大きく動いたのは先ほどの説明の通りでございますが、昨日の動画解説のタイミングの5ドル円は、えー100えー、すみません、78円ですね、78円を少し上回っている状況があった。 まあ一旦ね、78円を割り込む場面があったんですが、まあしっかりとね、78円を割り込んだところではサポートが入っておりまして、今もね、78円10銭を若干超えているというところで、昨日のね、1日前の相場と全く同じような状況が続いているというところでございますので、ちょっとね、5ドルの方はあまり大きな動きがないかなというところがね、15分足を見てもわかるかなというところですね。 えー、そして、えー、こちら、えー、60分足、約1週間の時間軸をご覧いただきましても、まあ、今までの、ねえー、サポートラインでありました78円50銭、えー、こちらを上回ったところから、えー、こちらね、大きな下落。 そして今までのサポートラインが反発したところで78円50銭。このサポートがレジスタンスとして切り替わっておりますので、ちょっとね、安値にも高値にも行くことなく、今はね、78円付近をうろうろしている相場ということで、今日のね、メインシナリオというところも、やはり上値は78円50銭。 下値は、えー、77円75銭を下回った、ねえー、77円50銭まで、えー、こういったところのた、ね、い、えー、100ピプスぐらいを見ておけば大きく、ねえー、そこまで動かないかなというところでございます。 もちろんね、イギリスの EU 離脱だとか、あと今日はね、アメリカドル、アメリカに対して経済指標が比較的たくさんありますので、そういったところで動くかもしれませんが、あくまでもそれはドル円やユーロドルといったね、ドルを中心に動くことであって、5ドル円の方はね、そこまで大きな動きはないんじゃないかというところでございます。よってですね、78円50銭、このあたりまで吹き上げたときには、しっかりとね、レジスタンスが入ったことを確認して、 60分足ベースで、要線から陰線に切り替わるといったところでショート。そして77円75銭付近。こういったところではね、陰線から要線に切り替わったところではロングというところでございますが、こちらもね、ドル円同様に77円50銭。こちらも直近でサポートが入っているんですが、 えー、この付近でロングを組んでしまいますと、やはりこのね、えー、クリスマス休暇の近いところでは、円高リスクの方が円安リスクよりもね、えー、上がってくるという状況でございますので、ちょっとね下付近の、えー、ロングというのは避けていただければと思いますので、あくまでもロングを取る場合は77円75銭、えー、ここのところでしっかりとサポートが入った場合というところで、それを割り込んでしまった場合はロングを控えていただく。 このようなね、考えを持ってトレードに臨む必要がありますので、このあたりはね、しっかりと注意していただければと思います。特にね、78円50銭のレジスタンスラインというのは、まあ今までのね、えー サポートラインとレジスタンスラインで、えー、かなり強力な、ねえー、レジスタンスラインになりうるかなと思いますので、えー、このところ、吹き上げたところがあれば、えー、78円50銭ね、えー、しっかりと、えー、レジスタンスを確認してからショートということですが、ちょっとね、えー、今日はあまり大きな動きが5ドル円はないかなというところでございます。 まあ、やっぱりドル絡みということでね、えー、ロンフィックにかけてのドルやユーロの動き、まあそういったところにね、注目すべきなので、まあドル円に関しましては、様子見を中心に、トレードはね、ドルを中心の方が、まあ動きがね、見やすいかなと思いますので、あくまでもね、先ほどお話ししたところ、78円50銭付近でレジスタンスを確認してショート、そして77円75銭ですね、このあたりでロングを取りつつも、それを割ってしまった場合は、少しね、円高リスクを気をつけて、ロングは取らないというこで と,ところをね徹底していただければと思いますので参考にしてください。はい、えー、以上で5ドル円の解説を終わりまして続いてポンド円の動きを見ていきましょうはい、えー、ポンド円の方も、えー、昨日はね、えー、大きな動きがないということで、えー、イギリスの、えー、EU 離脱交渉 これがね、えー、漁業圏の問題で、えー、ちょっと EU が折れるかどうかというところでね、えーまあ、一悶着あるところでございますが、昨日の開設のタイミング、えー、78円75銭ぐらいですね、えー。こういったところから、まあ、上げても下げてもね、えー、100ピプスのレンジ内で動いているだけというところでね、えー、今のところは、えー、昨日と同じぐらいの水準まで上方向に伸びているというところで、ちょっとね、えー、方向感が出ていないかなというところですね。 そして、60分足ご覧いただきますと、こちらの方、昨日は、ね、138円でサポートが入りましたので、まあ、これはあくまでもイギリスの EU 離脱が合意なき離脱という、ね、ニュースが入らなければというところでございますが、139円を超えてきますと、今までのレジスタンスラインを、ね、明確に超えてくるというところでございますので、ちょっと、ね、勢い余って139円、これを上回った場合には大きく上方向に、ね、伸びる可能性があるというところを考えつつ、 ただ、イギリスの EU 離脱に関しましては、大きく、ね、下げるリスク、合意なき離脱というところでは、こちら、下方向に走ってしまう可能性がありますので、その時には大きく下げる可能性がありますので、こちらも、ね、合わせて5ドル円と合わせてです、ね、デイトレの対象からは一旦は、今のタイミングは外しておいた方がよろしいかなと思います。 それ以上にね、ドルやユーロドルの方が動きやすいというところ、あとね、マーケットを読みやすいというところがありますので、ポンドに関してはあくまでも139円を上回れば吹き上げる可能性があるということでね、まあ、安易なショートは避けていただきながら、138円を、ね、逆に割り込んだ時には、これはね、137円ぐらいまで下がる可能性がありますので、まあ、この138円の下ぐらいでね、逆差し値のショートを取るというところと、あと139円を抜け こういったところではロングを取りながら140円付近までの拭き上げを狙っていく。よって138円から139円はレンジと見なして、このレンジをブレイクした方向にロングとショートを組んでいく。このような形で、ね、EU の離脱のところは戦略が立てれると思いますので、5ドルはどちらかといえばレンジ相場でございますが、こちらは、ね、レンジブレイクを狙っていくというところで、ね、戦略を立ててはいかがでしょうかというところでございます。 えー、以上で、えー、ポンド円の解説を終わりまして最後に大きく動きましたユーロドルの解説に移っていきましょうはい、えー、ユーロドルの方はね、えー、大きく動いております こちら15分足ご覧いただきますと、昨日の動画解説のタイミングは、こちらね、1.22を上回るという状況でございましたが、昨日ね、ロンフィックにかけて大きくドル買いが発生したためにですね、21時30分過ぎから大きく下落をしまして、たいね、100ピプスぐらい落ちてしまったというところで、これはね、比較的大きな動きだったんじゃないかというところでございます。 今日も、ね、ロンフィクのところで不安が入るというところでございますが今ちょうど勝負どころというところで60分足に、ね、目を移していただきますと今まで、ね、1.22を超えたところでダブルトップをつけていた。 これね、1.2250でレジスタンスを受けていたというところでございますが、その前、昨日はね大きく下落したところから吹き上がってきたというところがありますが、今回ね、下げたところでちょっと戻りがね、弱いという形になっておりますので、まあ、そういう状況であれば、この移動平均線、もしくは1.22ですね、こういったところを上回ることができなければ、下方向のショートを組んでいただく。 ちょうどね、今は移動平均線の下側で要線から陰線になっているという形でございますので、このね陰線がもう一本ね、続いたところでは、しっかりショートを取りながら、下方向にね、攻めていく。1.2150を割り込んだ場合は、ストップロスを巻き込みながら、こちらはね、下方向に走っていくというところと、あと、ショートポジションがね、かなりユーロドルは減っております。 今まではだいたいね、6割から65%くらいですね、ショートポジションがあったところ、今ね、60%を切ったね、ショートポジションのボリュームという形でございますので、そうなりますとね、やはり下方向に走ってくるという可能性は出てきましたので、今まではね、高値圏1.2250を上回ったところでのショートはね、吹き上げが可能性があるというところを話しておりましたが、今回のね、ダブルトップ、そして昨日のローンピックのね、ドル買いというところ、 ところで流れが変わってきましたので、そういった状況であれば、1.22もしくはこの移動平均線をね背中に向けて、今の陰線が2本続いた場合には、ショートを取っていく、そして1.22を上回った場合は、様子見をするというようなね方向性で組み立てをね立てていただければと思いますので、ちょっとねこれからのユーロドルとドル円は大きく動く可能性がありますので、このところはね注意をしていただきながらポジションを取っていく。 ユーロドルの方は1.22もしくは移動平均線の下側でね、イン線が2本続いたらショートを取る。えー、こういったところのね、えー、戦略でよろしいかと思いますので、参考にしていただければと思います。はい、えー、以上で、えー、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。 今日もですね、21時から先進国通貨の YouTube ライブ、先進国通貨じゃないですね、全体の YouTube ライブを配信していきますので、またお時間ある方、そしてご質問のある方ですね、しっかりとお時間をね、取っていただければ、ライブの方でね、ご質問に答えていきたいと思いますので、ご参加の方よろしくお願いいたします。それでね、今回の動画が少しでも参考になったという方は、いいねボタンやチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。 今回は以上ですそれではね21時からお時間の方 YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。